はい、皆さんこんにちは、コウヘイでございます。今日はですね、アクアね、これについてちょっと話していこうかなと思いますけれどもね、バレンタインも過ぎましてね、2024年まあね、入っても2ヶ月近く経つわけでございますけども、アクアのね、供給はちょっと最近ないなというふうに思っておりまして、いやちょっとね、これについて今回は話していこうかなと思うんですけども、いや皆さん的にね、どう思いますか？アクアのライブが最近特にないですけれどもね、最近どころか、まあもちろんね、現実のヨハネとしてのイベントはございましたけども、あれは現実のヨハネは現実のヨハネなんで、アクアじゃないじゃないですか。アクアのやっぱりライブを見たいって思う人多いと思うんですよね。僕なんか特にそうですよ。もうね、1年以上ですか、アクアがの供給がないという、まあもちろんね、ホワイトデーコンサートからまだ1年経ってないんですけども、まあそれから数えてもね、もうほぼほぼ1年近くですよ。なのでね、もう最近全然供給がないというのもそうですし、あとここが肝心なんですけども、アクアによる、要は大きなライブ、大きなライブ、大きなイベント、まあそういったものもですね、ここもう数年行われていないということなので、だって前回行ったのが2022年の6月ですよ、の東京ドームですからね。それ以降、音沙汰がないという状態なので、いや、これちょっとどうなんだというふうに、まあやっぱり皆さん思いますよね。はい。そう。なのでね、今回はこれについてね、話していこうかなと思いますけれども、ね、アクアに関しての音沙汰がない、ね、新情報もない、もう本当に全く何もないっていう状態なんですよね。まあそんな中ですね、アクアのイベント今年あるのかっていうですね、心配も多分ね、皆さんされてるんじゃないかなと思いますけれども、まあね、もう僕の予想から先にね、言わさせていただきますけども、今年のですね、アクアのイベントに関しては、めちゃくちゃあると思います。はい。特に、下半期ですね。はい。今年は下半期に期待をした方がいいのかなというふうに思っております。はい、これはもう間違いないと思いたいぐらいですね。はい、というのもですね、もう何回も言ってますけども、もう昨年から僕はね、これもずっと言ってました。2024年は間違いなくアクアの年になりますよと。まあただそれはすぐではないっていうね、まあ、お話もちょっとしたかと思います。というのもですね、2024年6月30日をもってですね、アクアは9周年を迎えるわけでございます。まあ、なので、まあ、もちろんね、9周年になったからといってすぐイベントがあるかっていうと、多分ね、やんないと思うんですよ、すぐには。まあ、6月30日にはね、何かね、大きなことをやるかもしれません。その可能性はね、全然あると思います。なんか新情報発表会とかね、9周年記念なんとかみたいなイベントとかあるかもしれません。まあ、ただ例えば大きなライブやりますとかっていうのはすぐには多分やんないと思うんですよね。まあ、というのもですね、それこそ、リエラとかもね、リエラのね、ユニットイベント、ユニットファンミもね、決まったり、8月には K アリーナで、リエラのね、ユニット、まあ、パーフェクトワールドみたいなこともやりますし、まあ、そういったイベント関係が決まっているので、まあ、そこと合わせてくることは、まあ、まずないだろうな、ということがございますので、まあ、今年の下半期あたりに、もう、でかいのを、イベント打ってくるんじゃないかなと。9月、10月、11月、12月、このあたりはね、まだね、予定がね、決まっておりませんので、そこでね、イベントをぶち込んでくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、なんならですね、まあ、もちろんね、シックスライブもね、大きな規模でございました。ドームツアーなわけでございますけれども、まあ、名古屋ドーム、ベルーナドーム、東京ドームとございました。多分ですね、それと同じぐらいの規模、今回は。もしくはそれをもう下手したら上回る規模の次はライブになるんじゃないかなと思っております、僕は。はい、その可能性がね、結構あるんじゃないかなと、私は考えておりましてですね。というのもね、やっぱりアクアは9周年ということなんで、大きなイベントをここでぶつけてくるだろうなと。やっぱりアクア5周年だったじゃないですか、2020年のタイミングで。そこでね、でかいイベントを打とうとしたけど、やはりね、社会情勢上できなかったといった問題がございましたので、それを取り返してくるがのごとくね、イベントを打ってくるんじゃないかなと。なんならね、シックスライブを超える規模のイベントとかね、全然やりそうな感じがしますからね。シックスライブってね、結構ね、いろいろ規制もあった中でね、あれだけでかいドームツアー打ってくれたわけですから、それ以上のね、ライブっていうのは全然あり得ると思いますよ。東名阪ドームとかね、
まあ、そういったレベルは全然あり得るんじゃないかなというふうに思っております。で、ここで思ったのがですね、まあ多分ね、皆さんからもね、意見いただくと思うんですけど、いや、アクア10周年でイベントをいろいろやるんじゃないですかというですね、多分お話しいただくと思うんですけど、なんで9周年なんですかってことなんですけど、あのですね、10周年の時はですね、まあ、大々的なイベントを打たないことはないんですけど、やっぱりラブライブにとって、アクアにとって大事な数字は9なんですね。はい。まあ、ミューズもアクアもそうでしたけど、大事なのは9なんですよ。はい。9周年。ここが非常に大事になってきます。まあ、ラブライブシリーズ9周年イベントの時に、ラブライブフェスっていうね、もう史上最大の神イベントを打ちまして、で、まあ、今回ね、アクアも9周年になったということなので、まあ、なるっていうね、ことなのでね、9周年っていうね、9っていう数字が、アクアにとっては非常に重要な数字。まあ、なぜならメンバーも9人いるからというお話なので、まあ、ここでね、もうでかいの打ってくるんじゃないかなと思っております。で、しかもね、これがね、またすごいんですけども、もうだんだんね、最近アクアとかに関してはカウントダウンしていってますよね。はい。アクア8周年、富士山末広がりプロジェクトとかね、言ってますよね。7周年、8周年、9周年みたいなこと言ってきてるから、これはね、もうね、9周年に向けたね、カウントダウンがあるんじゃないかと。いうふうに僕はもう大いに期待しているところでございます。はい、全然ね、その可能性あるんじゃないかなというふうに考えておりますよ。実際ね、ドームツアー打ってやっぱりね、いただきたいですね。はい、アクアとしてのね、こうなんだろう、まあ、総集編って言うとあれですけど、9年間のね、こうこれまでの活動をまとめたかのような感じのライブっていうのをやっぱり打ってほしいですね。これはね、もうね、ドーム規模じゃないとできない話だと思います。エクストラライブってね、まあ、最近、まあ、そういうことね、昨年バレンタインデー、ホワイトデーでありましたけども、エクストラじゃね、やっぱりね、ちょっと物足りない部分はありますので、ていうか、アクアの場合ね、アリーナ規模でやっちゃったらね、倍率やばいので、毎回毎回。ね、ぜひ次はドームで、やっていただいて、まあ、せめてね、ドーム、まあ、ツアーじゃなくてもいいんですけど、ドームをね、やっぱり一個ドカンと打っていただく。もう4、5万人動員するような勢いでね、またでかいライブ打ってほしいなというふうに思うばかりでございます。はい、まあ、最近はね、まあ、リエラにね、虹ヶ崎に明日の空にね、まあ、それこそね、ミューズもね、オケコンとかトークセッションとかいろいろね、もうコンテンツごちゃごちゃになっちゃってますけどもね、まあ、皆さんもね、押すべきところは押すといった形でね、アニバーサリーイベントはね、これはね、行った方がいいと思いますので、はい、ぜひね、そこはね、優先順位ね、ご自分の中で決めていただきたいなと思います。皆さんはね、アクア9周年イベントについてね、感じたことなどあればね、ぜひね、見解をね、コメント欄に書いてください。お願いします。もしね、この動画がいいなと思ったら、グッドボタン、高評価、チャンネル登録もお願いいたします。では、以上、浩平でございました。バイバーイ。